こんにちは、太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は32式太極剣詳細解説動画をお送りいたします。ぜひご覧ください。シーブールンピーの説明をいたします。西方向にゴンブコアピーを行った後、右の足先を開き、右の足に徐々に重心をかけていきます。左肩が上がっていき、交差の足の格好になったときに、後ろ方向を切り上げます。ファンレアをした後、左の足を出していき、要 C V になりながら斜め下まで切りつけていきます。西方向にゴンブコアピから右の足先を開き、右の足に重心をかけつつ交差法になって後ろ方向にファンレアを切り上げます。左の足を進めたら、右の足も前に出しつつ、要 CV になりながら、ルンピー斜め下まで切りつけます。ゴンブコアピーから、CV ルンピー。西方向にゴンブコアピーの後、右の足先をやや開いて右の足に重心をかけていきます。後方を切り上げた後、左の足を出して斜め下まで切りつけましょう。シーブールンピーの説明をいたします。西方向にゴンブコアピーを行った後、右の足先を開き、右の足に徐々に重心をかけていきます。左肩が上がっていき、交差の足の格好になったときに、後ろ方向を切り上げます。ファンレアをした後、左の足を出していき、要 CV になりながら斜め下まで切りつけていきます。西方向にゴンブコアピから右の足先を開き、右の足に重心をかけつつ交差法になって後ろ方向にファンレアを切り上げます。左の足を進めたら、右の足も前に出しつつ、要 CV になりながら、ルンピー斜め下まで切りつけます。ゴンブコアピーから CV ルンピー。西方向にゴンブコアピーの後、右の足先をやや開いて右の足に重心をかけていきます。後方を切り上げた後、左の足を出して斜め下まで切りつけましょう。今回もご覧くださりありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。また私の著書 DVD 太極拳教室もよろしくお願いいたします。